高架橋を作るために側道をぶっ壊すそうです。それで側道が通れなくなって、僕の家から札幌駅が遠くなるので岩礁しました。側道を作っているのは総延駅の横です。というか、どこから新幹線を地上に出すのかよくわかりません。めんどいのでほっとくことにしています。あと、これは情報の羅列なので、暇な方は後半のおまけもご覧いただけると幸いです。